ジェームス・アーサー・プレスリーは、アメリカ合衆国、フロリダ州ペンサコーラ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ニックネームは、ハウンドドッグ。1979年、MLB ドラフト40目で、シアトル・マリナーズから指名され契約。1984年6月24日に、メジャーデビュー。同年後半より3類のレギュラーに定着して、 この年は70試合で10本類打を放つ。翌1985年には規定打席にも到達して155試合で打率。275本類打28本84打点の成績を残し、以後3年連続で20本類打以上を記録する。一方で1985年から1990年まで6年連続で103審以上と荒さも合わせ持っており、 マリナーズ時代は、ロブディアーや、ピート・インカビリアラと共にアリーグの三振数の上位によく名を連ねていた。1986年には、オールスターに選出されている。引退後は、アリゾナダイヤモンドバックス、フロリダ・マーリンズ、ボルチモア・オリオールズで、打撃コーチを務め、ミゲル・カブレラや、クリス・デイビスなどの成長に尽力している。ありがとうございます。